皆様、こんにちか。ゆきちかです。本日、2月2日は、雪村の名前で有名な、真田信繁の生まれた日です。なお、生まれた年月日については諸説あり、この中の一つが、1570年2月2日となっています。さて、信繁といえば、1615年の大阪夏の陣にて、徳川家康の陣を打ち破り、家康に自害を覚悟させた日の本一の強者です。一説ではここで家康は討ち取られており、後に登場する家康は影武者だったという説まであります。大河ドラマ真田丸でも巧みに徳川勢を迎え撃つ様が描かれており、文字通り軍神でした。実はこの大阪夏の陣、信繁と共に毛利勝長の活躍も歴史好きとしては外せない話なのですが、今回は信繁に絞ってお話しします。この信繁、さぞ勇ましい感じの男だったのかと思いきや、兄の信行によると、柔和で物静かな、辛抱強い人柄だったと言います。意外ですね。大河の真田丸の堺雅人様演じる信繁は、意外と史実に近いのかもしれません。信繁を語る上で外せないのが、忠義という言葉です。信繁は敗北が見えている豊臣家に最後まで忠義を尽くす武士の鏡としてしばしば描かれます。しかし現実的に見ると、豊臣に加担したのは必ずしも忠義だけではなかったようにも見えます。関ヶ原では大谷義継の娘が正室であり、石田三成とも親しかった信繁はこの時点で西軍につく可能性が高いですし、大阪冬の陣、夏の陣でも今更徳川が自分を許すわけがないという思いもあったかと思います。ともあれ、大阪夏の陣の直前には徳川方より信濃一国40万石で調略を受けています。しかし信繁はこれを拒絶します。いろいろな事情はありましたが、信繁は忠義を貫いたわけです。さて、大阪夏の陣で討ち死にした信繁ですが、その血は絶えてしまったのでしょうか。大助の名で知られる長男行政は豊臣秀頼らと共に大阪城にて自害しています。しかし実は幼かった次男信盛は大阪城を脱出して徳川方の真田信忠の子ということにして仙台藩にて召し抱えられています。同じく娘も仙台藩の重臣、片倉重長の嫁となっています。仙台藩といえば、藩主は伊達政宗です。一説には信繁と何らかの申し合わせがあって、子息を保護したとも伝わります。もしかすると政宗は、信繁の忠義や武勇が絶えることを惜しんでいたのかもしれません。こうして、政宗の力添えもあり、信繁の血は現代まで続きました。現当主は真田徹様です。現代でも憧れの的となる信繁、彼の血と心はしっかり現代まで残っているのですね。